Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうもダムダムおじさんにむらです。どうもホイップボヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、僕去年の10月ぐらいからですね、はい、ゴミ回収員のバイトをしてたんですよ、うん、はいはいはい、副業で、うん、でまあちょっと収入の足しにしていたんですけれども、うんうん、つい先日ですね、はい、ちょっとやめまして、やめちゃって、やめたんです。そうなんです。またまたやめちゃったごみ。結構こうね、まあ、充実したというか、うん、楽しくやってましたよね。そう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 、うんうん、おしっこ漏らしたりうんち漏らしたりしてね楽しくにつながらねえ楽しくおしっこ漏らしたりしてたんだけどでもそう、ね、でも逆にそういうトラブルが、うん、その何、同じ従業員さんとのちょっと関係を近づけたりとかして、そうそうそう、チームワークの潤滑油になってたりしたのよ、ね、で僕自身もゴミ回収の仕事というものが、うん、まあ、体力的にはかなりハードなんだけど、はいはいはい、結構やりがいも感じててね、うんうんうん、やっぱりこう住民さんからさ、ご苦労様です、ありがとうございますいつもって、やっぱ方々で声かけられるのよ、うんうんうん、やっぱそういう声もらうと、はいはい、あ、俺も街をきれいにしている一員なんだなと思って、うん、こう誇りというか自負みたいなのも芽生えてね、うん、非常に仕事的にはやりがいのあるものだったんですけれども、しかもホイップさんの場合はほら、もともと根性あるからさ、うん、こう仕事のこう内容でしんどくてとかっていうことで辞めるタイプじゃないじゃん、うん、人間関係だろギクギクなんかあったんだろ、なんかあったんだよいや、なんか決定的になんか喧嘩したとかじゃないんだけどさ、今回そうじゃないのね。そうそうそう、 あのね、僕は便管を回収していたんだけれども、うんうんうん、3人1チームで回収していくんですよ、うん、はいはいはい、で今まではやってたんだけど、先月のね頭ぐらいに、うん、メンバーの一人であるベテランのおじいちゃんが体悪くしちゃって、うん、はいはいはい、で休職することになったの、うん、で今まで3人でやってたところを2人でやることになってしまって、うん、追加で入るわけじゃなくて、そう、シンプルに一人削られちゃった。人入んないんだよゴミ回収で、本当にね、みんな続かないの。あー、なるほど、知ってるから具体的に ね、うんうんうん、だからシンプルに3分の2の、うん、労働力でやらなきゃいけなくなって、まあ、帰る時間も遅くなるわ、うん、体力的にも、もう今まで以上にしんどくなるわで、うん、結構こう、僕と組んでいるリーダー役の人が、ちょっとね、余裕なくなっちゃってね。まあ、ちょっとパワハラ気質が、表出するようになってしまったというか、だから、うん、まあちょっと人少なくなった段階で、うんうん、こう露骨にこうイライラしだして、暴言メーター注意を受けるようになってきたんだけど、もう仕事中にね、そう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 、まあ、死ねとかはさすがに言われないよ、はい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 、バカ野郎とか別に言われるわけじゃないけど、うんうんうん、なんだろう、まっとうな注意ではあるんだけど、うん、それを俺に求めるのは無理ですよっていうレベルのこと、はいはいはい、まあ、簡単に言うと何、この瓶の入っているケースを右から左に動かすのすら、うん、あの文句をつけてくるみたいな状態ですよ。本当に一挙手一投足、こうあれこうあれみたいな、うん、そうそうそう、なるほどね、うん、
はい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 。まあ、自分のね、動きをコピーさせたいのはわかるけど、まあ、それはね、何年間もやって効率の良い動きができるようになったあなたと、週一でね、5ヶ月ぐらいの俺とは、それ比べ物にならんよって話。はいはいはい、ね、うん。で、こないだね、勤務した時なんか、うん、なんかそれが頂点に達したみたいで、うん、3時間、うん、ずーっと横で、ネチ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 、言われるようになっちゃって、うん、もうほぼほぼ勤務中ずーっと嫌味言われてるってこと？ずーっと嫌味言われ続けて、例えば、うん、さっき言われた通りに、うん、指示通りに言ったら、うん、頭の回転遅いタイプ？臨機応変にやんないとダメじゃん。固定概念にとらわれてるんだよ。こここうだからこうこうこうしないとダメじゃん。つって、うんうん、いやすいませんじゃなくてさ、2分説教。はあ、はいはいはい。で、じゃあ俺の判断でやろうと思って自分なりに、うん、工夫してやってみたら、いやそれさっき言ったのと違うじゃん。うん、俺こうやって言ったのに、なんで二度同じミスするのよ、うん。社会人として二回同じミスするっていうのはね、3分説教。はいはい、もうこれが3時間延々続くのよ。うん。多分他の仕事もできないでしょう。とか、もう車乗ってる時も横で言われ続けて、はいはい、すいません。はい。はい。すいませんって言ってるけど、うん、もう俺心の中でプツン消えて、やめたーはい、やめまーすってなって。まあな。お疲れしたーゴミ回収終了まであと1時間。あと1時間はあんたの説教聞くけど、俺もう今日でやめたお世話になりました。お世話になりました。ボーナス説教タイムです。どうぞって思いながら。なるほど。でもよく喧嘩しなかったね。今までのホイップさんで言えばもうそこまでやられたら、いい加減しなさいよみたいな、ちょっとこう言い合いとかにはならなかったわけだ。まあまあまあ。途中で帰れないっていうのもあるからね。車乗って事務所帰んないとだし。そうだね。うん、まあ、会わないなら別にすぐ辞めればいいじゃんって思うタイプだから、うんうん、俺そんなに切れたことないよ。俺が怒るのお金だけ。マジで。切れたことないよは嘘だけど。まあ、切れたことないよは嘘だけど、何職場の相手とね。そうそうそう。何かこう言い合いになるっていうのはね。うん。別に、こだわりある場所じゃないから、うんうん、やめればいいだけだと思ってるから。うん。まあでもそうやってもうプツンと切れて、うん、あ、もうやめようってなっちゃったわけだ。そう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 。まあやっぱり人はね、余裕がなくなった時にちょっと本性が出ると言いますけれども。それはでもその事情を聞くとちょっとね、ああまあそうかっていうのはちょっと同情というか。うん、でやっぱさ、人を叱るとか説教するって、ちょっと快楽物質出るもんだからさ、もうハイになっちゃってんだよ、その人。なるほどね、うん。いかにして怒るか注意するか叱るかみたいな感じになっちゃって、もう止まんない感じだったから。ああ、これはちょっとやばいなと思っちゃった。うんうん、しかもね、でそこ我慢したらずっとその人とやんなきゃいけないっていうね。そうそうそう。しんどさもあるわけだから。うん。で、家帰って、電話して、はいはい、社長に、うん、もうちょっと今日でやめますっていうことを言って、やめてきた、うんうん。なるほど。なるほどね。で、まあ、ちょっと、俺もなんかこんな感じで、ね、バイト辞めるの久しぶりだったから、うん、動画撮ったんですよ。どこん？どこを撮ったの？バイト辞めますっていう瞬間の電話。やっぱあんたも変だよ。どういうこと？職場に辞めますっていう電話を、うん、社長に、うん、すみません今日で辞めますっていう電話を動画に残したから。何でもエンタメにしなくていいんだぜ。でもさ、俺もさ、なんかこのネガティブな感じでやめるの久しぶりだから、うんうんうん、だって、本当にやめてる電話の様子なわけでしょ、うん、え、今日あんのそれ。あるあるある。ほう、でもまあなかなか人がバイト辞める電話の姿見たことないから、うん、ちょっと見てみたいけど。本当ですか。
ちょっとね、ここから、3分だけ動画になるんで、はい、よかったら皆さん、画面も見てみてください。わかりました。はい。こちらでございます。どうも、ホイップボーイです。今からですね、人生で1200回目のバイト辞めますという電話をしたいと思います。何回やっても嫌なものですね。いきます。ちょっと待ってもらっていいですか？はい。こんな小ボケいらねえんだわ。もう、エンタメにする覚悟決まってる顔してる。いや、でも意外とみんなさ、他の人がさ、うん、会社辞めるときとかのさ、うん、電話見たことないっしょ。ないないない。うん、ないよ。価値があると思ったんだ。そうしようとしてる顔しちゃってるから、そんなんいいからさ。申し訳ない。はいはい。じゃあ、いいですか？続きね。はい。もしもし。あ、もしもし、お疲れ様です。新井です。はいはいはい。あ、すいません。今お時間大丈夫でしょうか？はい。あ、はい、すいません。ですね、ちょっと、大変申し訳ないんですけれども、ちょっと、ゴミ回収の方、ちょっとやめさせていただきたいなと思いまして。あ、そう、どうしたの？ちょっと自分には向いてないなというのをちょっと感じまして。あ、そう。はい。いつまでやっとる？できれば、ちょっと今回というか、今日、勤務だったんですけれども、はい。すいません。あ、もしもし。はいはいはい。あ、はい。すぐはさ、人見つかんないんだよね。はい。そうですね。ちょっと自分は続けていくのがちょっとしんどくてですね。ね、はい。すいません、ちょっと今回で終わりにさせていただきたいです。本当にすいません。あ、そう、じゃあどうしたら給料の支払い、22日に払う予定で行くんだけど。はい。じゃあ振り込み先を、はい、求める人に。あ、振り込み先を、はい、メールで。うん。あ、わかりました。すいませんです。わかりました。じゃあ、頑張ってください。はい、本当に申し訳ございません。俺の ここに仕留める人に言ったら22日に振り込み、22日か23か24に振り込みます。あ、はい、かしこまりました。本当に申し訳ございません。すいませんです。やりきりました。人生最高！はい！っていう感じでございます。やりきりましたじゃねえよ。さ、はい、前後いらないわ。あ、そう。電話してるところのあのリアリティ、ドキドキするね。これ何回やっても慣れないね。いや、慣れちゃ困るよ。でもリアルに40回ぐらい俺経験してるけど、まあ、慣れないね。さあ、電話かけてみますからの、電話になってからの、もう表情が全然違うじゃん。うん。ぐっとやっぱ緊張してるし、うん、あそこからはやっぱリアルだね。うん。で、絶対、人入るまでやってくれとか、うん、ね、2週間はいてくれとか、うんうん、そういう話になるから、うん、もうそこを断固として強い意志で、いえ、もう出ません、うん、これをいかに言うか、はいはいはい、絶対に譲らないという気持ち、うん、ここが勝負どころでしたね。でも、なんか偉いなと思ったのは、まあその理由をね、まあ言っちゃえば、こう、告げ口みたいなことをしなかったな。俺は偉かったなというか。ああ。ねえ、だから、その上司の人からこういうことがあって、とかって言ったら、うん、ねえ、辞める覚悟がもうあるホイップさんからすると、ある意味ちょっとこうね、うん、やり逃げというか、になっちゃってもおかしくないのを、まあ一応黙ってたっていうのはね。まあ、でも、うん、別に俺が言わんとも、別に他のさ、まあね、回収員の人もさ、まあ見てるわけよ。で、俺にさ、こっそり声かけてきて、はいはい、今日めちゃくちゃ言われてたね、大丈夫？とか。なるほどね。うん、なってたりしたから。まあ、噂は広まっちゃうと思うけど。まあ、それはわかるだろうし、なんか、
文句を言うっていうことは改善してくれっていうことの裏返しでもあるじゃん。うん、なるほど。別に改善してもらおうと思ってないからさ。なるほどね。是が非でもその会社でやりたいわけじゃないから。うんうんうん。うん、まあでもあとね、その相手の、まあ社長さんなのかな、電話は。うん、もう非常にクリーンなね、対応を一応してくださってて。うん。ああ、でもなかなか本当見るもんないね。いやー。うん、ただあの終わってからのあのため息、はっていう、あれリアルだね。いや、俺も、ほんとね、ふと仕事終えたっていう感じでよ。あの安堵感、なんかすごい共感しちゃったわ。なんかね、わかるよね、ああいう、ちょっと覚悟し必要な電話の後の、はぁ、一段落っていう、あの感じすごいわ。やっぱり、もうその、よし、やめたと思った、その日に電話してる俺、偉いと思った。次の日に回さない。うん、自分で言うことじゃないわ。ああ、そうです。それは。さ、この電話をしている一個前にも言いづらいことあったのよ。うんうんうん。ワイフに報告しなきゃいけないわけよ。あ、そうですよ。それはどうだったんですか？その日に限ってさ、ワイフさ、仕事休みでさ、俺がゴミ回収から帰って家帰った瞬間、その日に限ってカレーと焼肉と、お豆腐とか、ごちそう用意して待ってくれてる。ちゃちゃちゃ。なんで最後お豆腐って。いや、ほんと、3、4品用意してくれて。でもなんか、ねぎらおうっていうね。そう。うんうんうん。やっぱり、その、ね、パワハラが始まってからじゃないにしても、体力的に、毎回俺ボロボロになって帰ってくるから。そうか。もう倒れ込むように帰ってたのに見てるから、なるほど。あ、じゃあちょっと今日ぐらいは自分も休みだしって言って、たまたま準備してきたその日に初めて俺がゴミ回収帰ってきたらもうごちそう用意してくれてて、本人辞めてるのに、そう、俺ガチャ帰ってくるじゃん。うん、え、料理用意してくれてんの？うんうん、いずれーってなって玄関で立ち尽くしたわ俺。なんで今日に限ってやりがてえけど。そうだね。そうだわ。言えねえよー。もうあのね、サラリーマンの人がよくこうリストラされたこと言えなくて、出勤するふりして公園にいるみたいな、そのような感情だよね。言いづらいっていう。で、開口一番、お帰り、お疲れ、大変だったでしょう、今日寒かったもんね、小雨も降ってたもんね、つって、もう洗濯物とかもさ、受け取ってくれて、俺、ちょっと、話があるんだけど、って、切り出してさ、ごめん、ゴミ回収、やめるわ、って言って、はいはいはい、一瞬、っていう顔したんだけど、すぐ、いいよって言って、はあ、なんかあったって言って、まぁ、あ、ちょっとね、一緒にパートナー組んでる上司の人が、まあ、ちょっと人少なくなってから、まあ、かなりこう、当たりが強くなっちゃって、しんどいんだって言って、はいはいはい、で、まぁ、あ、事情を話したら、そっかわかったって言って、全然いいよって言って、はいはいはい、今まで、その、本当にヘトヘトになって帰ってきてたのを知ってるし、その上心まで削られたんじゃ、やってる意味ないよねって。なるほど。全然いいよって言ってくれて。おありがとうごめんね言いながらカレーを食べる。なんだか心なしかしょっぱかったわ。いつもの美味しいなおちゃんのカレーが。ごめんね。情けない夫でごめんね。いいな。いや、でもそれでこそ、ホイップ坊やの嫁たるですよね。いや、それぐらいのやっぱね、こう、包み込むぐらいの器量がないと。いやなっていけないと思う。ありがたかったね。いや、優しいじゃないですか。素晴らしいですよ。どうすんのって言われたらどうしようかなと思ったけど。ねえ、もしかしたらしょっぱいのはでも保険金狙いかもしれませんけど。毒のしょっぱさだった。本当にしょっぱいやつだった、あれ。やめろ。うちの嫁は林真澄じゃねえんだわ。誰が毒入りカレーよ。いや、いいね。いい話じゃん、最後は。助けられましたね。ちょっとそこもじゃあ、まあ、ある意味じゃあ、蹴りはちゃんとつけて、ということで、そうですね。そうすると今は、じゃあ、どういう形で今。あ、無職。俺無職。
ぐ見つけるから。元気だね。無職じゃないよ。明るさだけは失いたくないから。もう一回聞いて。いや、どういう状態で。あれ無職。いや、声カスカスじゃん。なんでこんな時にタン絡むの。意表疲れてちょっと笑いすぎて。まあちょっとそういうことで、そうですね、ちょっと終わってしまったということですけれども、うん、じゃあまあ食探しはまた新たに、そうだね、してまたしばらくあれですか、食探しエピソードが聞けるってことですね。そうだね。はい、ということでそういうことでございました。以上ライスオンミーでございました。ありがとうございました。ここからはお楽しみ、ラララ。